この壁が思いっきりめくれちゃってるのと、ここ曲がってるちょうど四角ですけどが爆裂、コンクリート水回って。壁をね、塗装やり直してやってもらって、はい、まあ、どうせだったらここだけじゃなくてね、もう絶対に綺麗に、ね、はい、上までですね、してもらおうかなと思って、はい、まあ、実際これを下をね解体して見てみないことには本当にどういう状態になってるのかわからないって、はい、この壁だけ直しても多分、うん、問題なの水はけがめちゃ悪いんでベランダ取ることも大事なんですけど、うん、屋根とこの外壁をつないでるジョイントの作りが良くないんで撤去した方が根本的に工事できるけどっていう話をしていて、まあそうだね、まあ、一番 安泰だよね。で、まあ、じゃあ一回下雨漏り見てみようか、うん、失礼します。ここから漏れてる時々ポタポタ来るらしい。はい、で大雨の時とかがちょっと気になるっていうことで、あ、はいはい、これが3年ぐらい前に1回なんか台風の時に出てきたんです、はい、あ、じゃあしょっちゅう毎回ではないですね。これで2回目。あ、でも本当にここの上、木村この上がこっちの上がキッチン、構造的喫煙所、うん、この取り合いがちょうど上が付け根です。あそこね、ここがあの屋根の下だ。そうです、屋根がこっからここまでぐらいにあって、うん、こっちは全然漏れてないですか？漏れてない。全く漏れて。あ、ってことは、そこも本当の取り合いだけってことです。もう原因はほぼ分かるんだ。ただ、以前も、地下シーリングだけやっても、やっぱ2、3年で切れちゃうからっていうのがあって、あとは、デッキが邪魔して、うまいこと施工できないんで、まずは、施工性上げるために、デッキを解体、うん。デッキだけでいいんだよな、多分あれ。のパターンと、全部撤去して、下にしっかり付け替えちゃうか。ウレタン防水しっかりかけるか。か、もしくは、瓦棒の上にウレタン防水塗るか。でも、保証が出せないんで。それを進めないよな。なんで、でも、もう YouTube で撮ってるんで、僕が YouTube で保証します。あ、追いかけてきます、撮影で。まあ、無料でやりますんで。まあ、やっぱりシーリングよりかは。いや、だって俺はやり替えるってなると、本当めちゃくちゃ。なんで聞かんもない。全然撤去だけで、僕も知り合いの会社では見たんですけど、いや、こんなやってないもんねっていう感じだったね。そう、だから、この業者さんが出してきたつもりが、テーマになってるんですよね。はい。それ撤去してですか？これが、撤去してたの？こういう何？養生費。撤去、解体とかは入ってなかった。これ管理会社さんだから。養生、ビニール養生とかして、あの、横にあった壁をめくって、塗る部分塗装するのと、うん、取り合いはシーリングやったり。シールだけだね、じゃあ。そうです。なんで、今までのこれと変わんない。そうだ、それだけ、なんか高いでしょ。そう。内容の割に。それだったら、もうこの全体をね、ちょっと綺麗にしてもらった時の費用がいかほどなのかで、まあ、ちょっと出してもね。これ、外壁の塗装入ってないですよね。ここですね。そうそうそう。一部ここだけなんじゃないかなと思って。あ、一部浮いてるところだけ取って。周囲8平米って書いてあるから。ああ、そういうことですね。そう。3×3 ぐらいですもんね。そうそうそう。で、こんだけやるのもね、っていうのだったら、家に出ますから。ね、そう、綺麗にね。すごく小型で。そうそう、そう思って、そう思ってちょっとこう、ご相談させてもらったの。そしたら意外とややこめくってね、そこで、ね。いや、どういったり。ただ本当に保証つかんとはいえ、いや結局売れたのに屋根なんで、そのゴムシートなんで、まあ届いたんですけどね。小林保証つけてきます、会社保証で。僕ら保証ってどっちかというと、何かあったら絶対お金ちょうだいよじゃなくて、今度じゃあ本当に3年後5年後に漏れた時に、今度あんたんとこ保証しそうなのって100万払え200万払えをやっぱ防いでこなかったじゃないですか。闇の事件みたいなのになる。だけど、あ、じゃあちょっとシール打ちに行きますわとか、うん、ちょっと売れたんだろう、しに行きますわけやったら、うん、職人抱えとるんで、うん、まあ何とでもなると思うんで、うん、ただそれがもうあんたたち保証したんだから、うん、ゴールまでやってよ、わーわーわーってやり出すと、うん、10人、20人かかったらすぐ僕ら40万、50万経費かかってくるじゃないですか。うん、それはちょっとやっぱさすがに厳しいと思うんですけど、
あ、ちょっと雨漏りしたっすかって、まあちょっと見に行きますわって言って、うんうん、ちょこっと行ってチュッチュッってやるのって、仕事帰りとかできるわけじゃないですか、うんうん、僕ら。それぐらいの範囲だったら全然大丈夫だと思うんですけど、それがなんかもう、あんたたち保証したんだから、きちっと、うんうん、あ、もうやり直してよすごい、グレーで補償ができないけど、そうそうそう。で、お客さん本当にいい方で、何とかしたいなと思ったんですけど、ね、そうそうそう、一番は、わざわざ言いに来て、いいってめんどくさいって正直言ったんですけど、俺らだったんですけど、まあ写真とか見て、まあ熱意来たんで、まあいいや、ちょっとじゃあ、その間に動画撮らせてね、みたいな感じで。ありがとうございます。ちょっと上見させてもらっていいですか、ね、ちょっと登らせてもらって、はい、室外機なんで、それ乗るとへこむんで。知っとるわ気をつけてください。社長だぞ。いや、下からだとわからんかなって。やめて、気をつけてください。ざっとびって感じ。失礼いたしました。こういうことですね。うん、この配管の長さの関係で、うん、それ以外は動かせるんですけど、板金の上だですよね。素地が板金で、多分その上になんか塗ってるかもしれないですけど、で結局板金なんで伸縮するんで隙間出てシール切れるんだと思います。すごいわ。いや、なんかさ、これ後で改修工事でさ、トタンがブワーンって引いてある。後でやってやる。だからこっから雨漏りしてないと思う。で、今こうなってて、うん、これ上にあるのがありますよね、うん。これ床です、うん。で、ここに切板屋がちょっと斜めに、うん、こうなっとるんですよ。勾配ついて、あ、うん、そこが水下になってる。そうそう、これダメですね。まあ、上から見たやつだけど、これ屋根がまあちょっと台形みたいになってるね、これ。こういう感じだよね。こっちが壁ですね、建物側。うん、今僕入ったところですよね。うん、ここ床がこういう風になって、手すりがこう入ってると思うんですけど、うん、で、ここの床の、あの、この中の部分なんですけど、うん、ここに水が集まるようになってますよ、多分。うんうん、ここにも多分中あたりですね。ここになんか掘るんですよ。うんうん、俺、ここか、うん、まあ、ああいうここか、うんうん、で、俺、わかんないですけど、例えばですけど、まあ、見積もり2段階出して、うん、本当にここバーッと上だ、行ってみて立ち上がるやつ、うん、と、ここ一応やったら、もうここだったらでも、そこがこの結構金かかるんですよ、ね、本当に。これ多分手すり取ったら運の浸透、床めくってやらなかったんですけど、なので、ここやるなら本当にもう大事ですよね。解体必須。だけど、まあ、まずこの壁と、ここで出させてもらって、うん、で、これやって、うん、ダメだったらこれ二重で金かかるじゃんって思われるんですけど、うん、ここやるにしても、ここ絶対やった方がいいですね。こことここだけやって、うん、治らん場合は、ここ解体費用と。で、うん、もしあれやったら僕ら先に出しとくよ、ザクッと。じゃ解体と、うん、まあ、防水っていうので。出しといて、うん、まあ、それは何っていうと、このじゃあまずは防水やりましょう、うん、エントランスみたいなところ、ベランダとかあったら何にもないんで、ピュッピュッとやって2日とかで終わってくるんですけど、これだともう材料と1回4日って見て結構かかる、ね、私ど素人なんでわかんないんですよ。なので、もうあの信頼してお任せしますので、はい、なんとかいい方法を考えていただけると非常に助かります。一つですか。めっちゃ YouTube 映えしました。もう曇るくらい YouTube じゃん。いいこと言ってくれた。めっちゃいいこと言ってくれた。曇るくらい。うん、でもまあ本当にだって YouTube で全国に行って僕おかしいんだ。いや、どっちかというとその値段でやれるのっていう値段出しといて、結構わかんない。こういうのこそ高いんですよ。全く
くわからない。そうですね。全くわからないのが普通だと思います。はい。うん、なので言われるままになっちゃうのもちょっといいのに、ね。あ、そうそうですね。あ、そうそうですね。まあどうなのってちょっと。そうそうそう。普通に高いなって。そう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 。そこの分だったら教えてもね。でも防水屋さんに金まで塗っていってで色気にならないなら防水剤にも塗っちゃってもいいし。まあいいんですよ。なんかむしろ。なんだったら、はい、そこはもっともっと綺麗に全部やってもらいたいぐらい。うちは芝生で全部塗りますね。そうそうそう、そんなに違いかなって。だってお家のリフォームだってそんなにしないじゃないですか。そうそうそう。ちょっと先日うちたまたまリフォームしたんですよ。はい、そうやって全部やってくれとか。そうですよね、うん、そうですよね。そんな、うん、すぐ届けっていう単純な仕事、はい、そうですね。ずっと私もあの今回初めてずっと私の祖母なんだから、はい、はい、祖母がやって、母がやって、はい、2年前に私の母が忘れなくなってしまって、はい、ちょっと今までだって全くわからないっていうのがあるに、誰かに見てもらうしかもないんですよ。もちろん僕らもやっぱ商売なんで利益があるわけじゃないですか。でも本当になんかこういうわかんないものほどなんかわけわかんない値段で当たり前のように通っとる世の中なんで、そうそう、だからもちろん利益としてはそうそうですね。で1日ぐらいでちょっと分けて、そう思ったかと思うんですか。そうです、まあ、ちょっとじゃあ まあ、ある本当によくやってると思うんで、すごい悩みながら、うん、ありがとうございます。相談に乗っていただけたのでください。よかったね、あ、来てよかったね、はい、ありがとうございます。いや、いい動画撮れました。リアルで現場が難しいな。あれは難しいわ。お守り難易度トップクラスだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。一回じゃあ、また相談して。まあ、二重みたいな、ちょっと、そこやってみてから、こっちみたいな方が、安心だと思うので、ご飯のことやってみるか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼いたします。失礼いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。よくこういう工事あるの？こういう特殊な雨漏れとか、特殊な塗装とか。ありますね。思いもよらんとこから雨漏れ。ちょっと一般の方に対してちょっと宣伝してくる。宣伝、うん、愛知、三重、岐阜の悩める一般塗装希望者たち。そうですね。はい。お客さんに納得してもらうためには、うん、やっぱりまず現場調査しっかりして、うん、具体的にどういう工事するかっていうのが、まあ、営業も現場管理もしっかり現場見て、それを見積もりにして、金額も内容もお客さん納得してもらって工事に入っていきますけど、まずは現場調査が大事だなって。で、今回ちょっと立地特殊だったんで、私も悩んだんですけど、社長に相談したら、ちょっとびっくりするぐらい身軽に入ってたんで。でも、私が見切れなかったところも。ああ、そうだね。よかったね。はい、見てもらったんで、工事内容はより鮮明に、見積もりできるかなと、細かく。うん、まあそうだね、それはあるね、はい、一応こっち動画にあるもの写真として抜けるし。はい、じゃあ皆さん、ありがとうございます。この塗装会社がいっぱい見つかる大工塗装のマッチングサイトが他の皆さんありますんで、あ、まだ一般公開してないんで、4月1日からもう多分これ4月1日になってると思うんですけど、2021年の7月ですからもう一般公開されてるんで、まず登録業者さんが登録して1ヶ月後ぐらいに一般の人が入れるように、今500社600社登録されてるんで、ぜひまた一般の方もこの動画見て、ああ悩んでんだーって言ったら、もう塗装屋さんのマッチングサイトで、うちが一切ピンハネしてません。で、まあ多分どっかで紹介料何パーセントみたいなのとか、アプリ代月いくらとか、その程度で取ろうかなと思ってますんで、その代わりなんか俺らがマッチングで紹介してとかなんか、ね、いろいろやれるわけじゃないんで、皆さんが塗装屋さんを見つけて、家の近くでしっかりしたところを見つけて、やれるようなサイトにしてますんで、ぜひ利用の方もよろしくお願いします。慣れてないからね。わからんし。またね。またすごいの来てる。またすごいの来てる。